米山隆一さんと城南信用金庫相談役の吉原剛さんよりメッセージをいただいております。紹介を農民連の藤原さんよりご覧いただきます。原発ゼロの未来へ、福島とともに 3.4 国民大集会が盛大に開催されますことを心よりお喜び申し上げます。福島第一原子力発電所の事故で多くの人が言葉では表せない過酷な被害を受けました。あの時から間もなく6年が経過しますが、今もなお事故収束のめどは立っていません。私は昨年の10月に新潟県民の皆様から命と暮らしを守る県政をという多くの気持ちをいただき、県知事に就任いたしました。原発再稼働問題につきましては、県民の安全を最優先に、福島第一原発事故の原因の徹底的な検証、原発事故が私たちの健康と生活に及ぼす影響の徹底的な検証、そして万一原発事故が起こった場合の安全な避難方法の徹底的な検証の3つの検証がなされない限り、再稼働の議論は始められないという立場を堅持して対応してまいります。また住民の皆様の安全を第一として、現実的な避難計画の策定やそのために必要な制度の見直しを国へ働きかけていきたいと考えております。原子力発電所が立地する新潟県の代表として、地域の安全を作っていくのは我々である。地域の未来を作り、子どもたちの未来を作るのも我々であるという思いを胸に、責任を持って安全の確保に全力で取り組んでまいります。最後に、原発をなくす全国連絡会の今後のさらなるご発展を記念してメッセージとさせていただきます。平成29年3月4日新潟県知事米山隆一。原発ゼロは今や世界の大きな流れとなっています。太陽光と風力の発電量は原発の2倍を超えました。世界では自然エネルギービジネスが急拡大しており、力強い経済発展を主導し豊かな未来に向かっています。福島の教訓は、原発は取り返しのつかない危険なものであり、無限大のコストがかかり、これに関わる巨大企業は次々と破綻し、国家の存亡に関わる危ないものであることです。大切な故郷を失い、多くの健康被害を受けながら原発に固執する哀れな利権主義者の命運はもはや尽きています。この上は一日も早く自らの過ちを正し、世界の潮流である原発ゼロ、自然エネルギーによる安心できる国家社会の建設に取り組むべきです。日本の子どもたちの明るい未来のために、城南信用金庫相談役吉原剛。ありがとうございました。それでは集会アピールを。